下女楽をご紹介します。本流を崩さず少し昔帰りの型を加えた新しい踊りを目指し、昭和50年に下女楽が発足しました。前かがみ気味の姿勢を保ち、派手さを抑え、しなやくしっとりと踊る女踊り、豪快な暴れ踊りが魅力の男踊り、多彩な音色を奏でる巧みな鳴り物、そして下女楽名物黒竜役をご堪能ください。いにしえの流れを継承しつつも個性あふれる豊かな踊りが持ち味の下女楽の皆さんです。
ご覧いただきましたのは、伝統の流れを継承しつつも個性あふれる豊かな踊りが持ち味のゲジャラクの皆さんでした。続いては宮美連の皆さんです。宮美連は創立以来半世紀にわたり製糖・ぞめき囃子にこだわり、清張阿波踊りの継承を基本としながら新しい踊り表現も追求しています。宮美連独自の張り子獅子を手持ちして踊る獅子踊りを核に、バラエティに富んだ新しい阿波踊り表現への挑戦や、静と動、関と球、個性あふれる集団美で若さと情熱あふれる踊りを展開しています。それではご覧ください。宮美連の皆さんです。お願い申し上げます。
は花カルフェスタ2019にお越しいただきまして誠にありがとうございます。ただいま相葉浜メインステージでダンスコンテストを行っております。ご覧いただきましたのはバラエティに富んだ情熱あふれるみやみ連の皆さんでした。
平和連の皆さんです。昭和23年、日本の平和、世界の平和を願って結成された平和連は、現在吉田智之連長が連員をまとめています。男踊りは個性を生かし、自由奔放で躍動的に、女踊りはしなやく優雅に、そして小粋な女ハッピー踊りと可愛いちびっ子が加わった息の合った集団の美が特徴です。それではご覧いただきましょう。平和連の皆さんです。
ご覧いただきましたのは、伝統色豊かに平和を願う気持ちを踊りに託す平和連の皆さんでした。